やらなくて、やらなくていい。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。前回 の撮影以来ですね。そうですね。はい。1ヶ月ぶりぐらいですか。そうですね。1ヶ月早かったですね。なんで嘘つくんですか。みんな知らないところで撮影してるかと思う。なんで嘘つくんですか。撮影会行ったの。おお、行ってます。一昨日行きました。はい。行ってませんよ。呼ばれてないんですから。呼んでください。でも俺はもうカメラじゃなくて肉眼でこうやって見るんだ。じっくり。目に焼き付けて。はい。早くしろってんだ、ジュン。ジュンジュン、早くしろ。フリースロー対決を。あ、わかりました。はい。いいですか、これ。いや、取り物じゃないですか。フリースローと言ったらアウさんなんで、あの小学生からミニバスからやってらっしゃるんですよね。じゃあフリースローは、ね、まあまあ打てる。ちょっと練習もらおうかな。あ、いいですよ、全然。はい。じゃあ八尾さん練習して。八尾七尾だよ。え？え？ちょっとフリースローちょっと見てみましょうか。じゃあ。23。アウさんなんすか。はい、じゃあどうぞ。あー、でもこれは分かんないじゃないですか。いや、これ全然分かんないっすよ。未知数ですかね、ちょっと。好きなリベ選手は。で、負けたら罰ゲームあります。負けたら職業は何でしたっけ。グラビアアイドル。水着になってもらいます。いや、恥ずかしい。それは恥ずかしいですよ。そうです。やだよ。だから二人で行ったじゃないですか。俺の方が恥ずかしいし。で、水着着てって言いましたよね。しか行ってないんで。着てきてますか今。あ、着てますね。はい。そうなんですか。着てます。負けたらじゃあ水着。ふぅ。大丈夫じゃん。できます。まあ、勝つんで大丈夫です。ああ、はい。俺も負けないんで。はい。自信ありますか、じゃあ。自信あります。八尾さんは。絶対八尾を水着にさせる。負けないぞ。よし。じゃあ先攻後攻のじゃんけん。先攻後攻あんのかな。待って、何ルールは。何本がいいんだろうな、これって。なんか10本だと結構力の差が出てきちゃうから、5本にしますか。5本にするか。はい。俺、勝たなきゃいけないんだよ。そうです。絶対勝ってください。頼みますよ。いや、だから、あ、違う、とりあえずやろうか。じゃあ、そうですね。はい。いや、入ったら交代にしますか。はい。ちょっと何やってんすか。いいよ。やばいってちょっとそれアンさんのあれっすね。なんかめちゃめちゃズボン上げてる人に見えます、これ。最初は隠れ撮った時に、もうあの人めちゃめちゃズボン上げてんなって思ったんですよ。はい、ごめんなさい。どうぞ。よし、 OK、 2、1。あ、11、すいません。ちょっと待って。アウさん、まあ、やべえ。え、オッケー。よし。え、今三三。三かな。やばい、やばい。ちょっとマジでいい加減にしてくださいよ。やばい、ちょっと普通に入るじゃん。え、リーチ？10本にしましょう。そうですね。
や、うまいっすね、普通に。めっちゃうまい。うん、シェケより入りますよね。あー、やばくて。何やってんすか、マジで。見たいんすよ、こっちは。で、アウさんは4。よしよし、チャンスチャンス。ナイスシュー。いいぞー。いいじゃんいいじゃん。慎重にここ行ってください。何、ごめんなさい。あ、危ない危ない危ない。邪魔していいよ。もっともっと邪魔していい。いいな、こんな。いつもより強いな。痛かったな今。いつもより強いぞ。言って5本先に決めたの私ですよ。ああ、まあ、まあまあそうですいやでもめちゃくちゃうまいです、はい、ありがとうございます。やっぱシュート入ってなんぼですかね、バスケットは。ランドフロー。あ、もう追いかけなくていい。結果は10対、6? 7? 6?で、じゃあアウさんの勝利ということで、さすがですね。いつもよりなんかやっぱ強いんだよ。すげえ気持ち入ってんもん。はい。ってことで、じゃあ罰ゲームの水着になってもらっていいですか。いいですか。大丈夫。なります。着てるんで、そのために。ちょ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 、嘘です、嘘です、冗談です。嘘なんですか。嘘です。まあ嘘というか、僕ら健全なバスケチャンネルなんです。はい、下ネタとか一切 NG なんで。すごい喜んでましたけど。あと、まあ市の体育館なんで、市の体育館なんでちょっとね、はい、なるほど。あとで、グラビアチェックするんで。はい、言いました、はい、お願いします。ってことで、まあちょっと検証でもあったんですけど、これ果たして負けたら脱いでって言ったらグラビアアイドルは本当に脱いでくれるのかっていう、実はちょっと検証もあったんですね。なるほど、はい、お仕事ですから脱いでっちゃう。そうですよね。いやでもだから環境が違うじゃないですか。環境がね、いつものお仕事だったらまあ普通に堂々と脱げますけど。普段は脱いでるんですか。普段は脱いでますね、スタジオとかで。あ、YouTube チャンネルあるの。 YouTube もやってます。そうなんですよ。そうだから、そっちの方ではちょっと水着になったりしてるんですよ。そうですね、はい。あ、はい、なるほど。だからそっちでいっぱい見れます。じゃあチャンネル登録します。お願いします。はい、お願いします。お願いします。なるほど。ここにリンク貼っとく。出た出た、よく見るやつ。なので、七尾かんなさんのチャンネルでは水着になってるので、そちらの方でね、ゆっくり堪能してください。あゆさんも奇跡や。はい、そう、いやもうすごいっすよ、あいつは。ってことで、七尾かんなさんでした。ありがとうございました。はい、やっぱ脱ぎましょうか。ダメ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 。